くつき種綱は、戦国時代の武将。大御国旧牧国の国人。父は、在州、子には、春綱、富士綱、聖綱、直綱、輝き公がいる。少年は不明で、くつき文社内での所見は、永章2年で、竹松という妖名で登場し、室町幕府奉行人の飯尾元行き、松田頼明から褒償を受け取っている。正確な元服年はわからないが、 英章十三年には、父、在州同様、室町幕府十大将軍、足利義種から返帰を受けて、父広博と名乗り、大英二年から同四年の間に種綱と改名。官職は、民部省有。英章初年には、幕府奉公衆として、御所御文役を務め、1525年の浅井攻めでは、六角貞寄軍に従い、その先方を務めている。将軍、 足利義春、義輝夫子が、く木き谷へ逃亡した、際のく木き師当であり、十二代将軍、義春の時代には、将軍の側近集団であった、内番衆の一人として、幕府の政治的な決定にも関与している。また、十三代将軍、義輝の代には、将軍の国衆に任命された。大見国の六角氏や京国氏と争い、あくまで独立を維持していたが、 六角定よりが勢力を拡大してくると、その配下として服属せざるを得なくなったという。没年についても定説はない。くつき文書中で最後に登場するのは、天文18年であるが、A65 年の資料にも登場するという説もあり、1560年代まで生存していた可能性もある。西島太郎、戦国末期室町幕府尿坊書領に関する1、資料。 ありがとうございます。